新型コロナウイルスの感染再拡大を受け、政府は当初の方針を変更し、北海道と岡山県、広島県を緊急事態宣言の対象地域に追加する案を、専門家による分科会に示し、了承されました。朝、私が冒頭申し上げた諮問案を取り下げまして、えー、新たに諮問をさせていただきました。北海道、岡山、 広島については緊急事態宣言の対象地域といたします緊急事態宣言の期間は16日から31日までとする方針です対象となる三道県では飲食店に対する午後8時までの営業時間の短縮要請に加え酒類やカラオケ設備を提供する飲食店への休業要請を行います政府は当初北海道はまん延防止等重点措置を継続し 岡山県と広島県には新たに蔓延防止措置を適用する方針でしたしかし文化会で専門家からより強い措置を取るべきだといった意見が出たことを踏まえ当初の案を取り下げたということです一方、群馬、石川、熊本の3県は当初の方針通り新たに蔓延防止措置を16日から適用します政府は夕方正式に決定する方針です 緊急事態宣言の対象地域に加えられる見込みとなった岡山県では。当然じゃないかなと思うんです、10万人当たりの感染者がすごく多いんで。緊急事態宣言を出しても、効力が弱ってるのかなっていう、まあ、やっぱり我慢の限界っていうのが人々あると思うので。